先日ですね、メイウェザーと朝倉未来選手が、スーパーライジンっていう興行で、うん、埼玉スーパーアリーナでものすごいイベントを行ったんですけども、うん、これ、そうですね、ご覧になられました？いや、見てない。あ、そうです。うん、で、この時にですね、試合前に花束を渡す時に花束贈呈があったんですけども、うん、その時にごぼうの党っていう、政治団体の奥野という代表が、メイウェザーに花束を渡す時に投げて、地面に落として投げて渡したそうです。これについてものすごい大炎上してるんですけども、これについていかがでしょうか？やはりね、ヒーローとヒール、お客さんがこう、煽るわけだからね、はい、それはそういう、なんていうの、その時よく昔の力道山なんか、はい、花束で顔を叩いたりなんかやってたでしょ、はいはい、その選手がもらった花束で攻撃するっていうのは、まあ何回かあることなんですけども、花束を渡す方が、ましてやメイウェザーに、伝説的なボクシングのチャンピオンがわざわざ日本に来てくれて、試合をしてくれるのに、それをリスペクトがないと、すごく大炎上して、まあ、話題なんですけども、人間性の問題だよ、その人のね、強いだけよりも 人としてのね、道がね、人間性だね、まさにその指導官の方針として人間性を、成長させると、武士道にのっとった精神ということで、やってると思うんですけども、今後の指導官についてちょっと一言お願いしたいんですけども、今の時代は俺たちの昔の大学の空手部の時代は主語気の時代だったわけ。今はもう時代遅れだからね、強い強いって言ったりするよりもね、自分を鍛えるため楽しい空手に切り替えた方がいいと思うね。あんまり厳しいのは意味ないんだね。精神論だけ言ったってね、時代遅れたもんね。まさにその強いのみんな分かってんだから、創生の時代なんかは本当に水を飲むなとか、そうそうそう、寝ないでやれとか、そういう時代だったと思うんですけども、もう時代遅れだよ、俺たち時代遅れ、これが若い人に変えた方がいい。じゃあもう時代とともに練習方法、稽古方法も変わってくる。変えた方がいい。昔の100人組手なんかは現代で言ったらどうなんですか？あれは千葉道場のあれを先生が取り入れて、ある程度スターを作ろうとしたわけ。100人できないよ、ストップショートではもう10人で終わっちゃう、ただやらせる、ある程度ね、プロレスでも猪木さんが相手を若い選手に受けるでしょ、はいはい、あんなような感じなんだよね。だから新馬さんはそこすごいなと思ったのは、俺もウィリー猪木戦、まあ、話は前後したけど、はい、プロとして付き合いましょうって言われたんだよ。俺は32歳だったから、はい、大山先生まっしぐらだったわけ、はい、大山先生の言うこと聞かなかったわけ。あんだけやって新馬さんが来て喧嘩になって、俺新馬さん蹴っ飛ばしちゃったわけ、はい、であの時に梶原先生が俺に正直に言ってくれればなんなかったわけ。梶原先生は両国でやって大阪名古屋で3回興行やるとしたわけ。 あんだけ煽ったからね、はい、で今二宮清純さんが当時またゴロっていう雑誌に行って、はい、マスコミバン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 書いたから、はい、お客入っちゃったわけ。あ、テレビ全盛期だったでしょ、はい、マスコミ煽っちゃったからね、はい、でそこで俺蹴っちゃったから、当時は俺も甘かったんだよ、何にも知らなかった、世間知らずだった。だから新馬さんの方は人間っていう上だし、俺甘かったってことだね。黒崎先生や梶原先生の脇役を買って出ちゃったわけだよ。今新馬さんと創生はすごく仲いいよ、仲いいお付き合いがあるということで、新馬さんのは全然上だよ。あ、人間的にも経験豊富。だって猪木はそこまで持っていくにはね、はい、貸し屋作れよ、当時7億円のファイトまで作ったんです、モハメド・アリ、うん、はい、まあ、現在の資源価値でいうと20億円以上です、ね、そうで猪木はファイトまでゼロだって言ったものすごい借金を。そうそう、で新馬さんすごいのはモハメド・アリの取り巻き連中が50人ぐらい来たんですよ。でまさに前回のメイウェザーと一緒ですね。そうそう、今日プラザホテル泊まって、はい、みんなつけてお土産買ったんだって。あそれは払うの大変だって言ってたよ。だからよくやって、あの新馬さんはあそこまで、功労者じゃない、今のプロレスの。創生はプロレスとすごく縁が深いというか、うん、三沢さんのエルボーや川田さんのキックなんかも創生が全部、うん、教えていただいて、あと北尾、あ、北尾さん、はい、やってたんで、ずっと俺預かって。そうなんですね。梶原先生の三教映画の島田さんっていう人が連れてきたの、はいはい、で北尾ずっと預かってやってたの、まあ、北尾さんといえばですね、ものすごい暴れん坊だったという、
あ、そうなの。はい、あの 横綱時代に、うんうん、まあ、唯一横綱で一度も優勝しないで横綱になってしまったと、うんうん、まあ、そのせいもあってちょっと下の者に対して高圧的な態度を取ったり、うん、わがままを言ったり、うん、まあ、新日本プロレスでも後に長州さんと揉めたりして、うん、長く続かなかったんですけども、うん、空手と出会うことによって人間性がすごく変わって、うん、すごく真っ当になったっていう話なんですけども、それもじゃあやっぱり総帥の道場にね、島田さんが連れてきて、はい、19歳で横綱になってたかな、はい、サボりガーンってやって、小錦の、はい、あ、膝を、はいはい、言ってたよ。それでブラジル のグレイシーと誰だか戦ったんだよ、はい、駒沢かなって、はい、バーンってぶつかって、はい、北はパッと首絞めたら入ってなかったんだよ、はい、ぐーっ締めて入ってないからずーっと5分10分と今自爆して疲れちゃった。オリンピックの重量挙げでパーンって落とすでしょ、はい、で俺離して打てても怖いから離せない、はい、それで逆にコロッと回ってボコボコってブラジルの人にやられちゃったのね、はい、で島田さんがもう強くしてくれっつって力を見て早く動く練習させた、はい、横綱取った人にね市内でバチバチやって鍛えてね、すごいスピードついてきたんだよ。もったいなかったね。あれ、まあ、まさに2メートル、そう、2メートル級の練習が一番強いよ。じゃあもうちょっと時間があれば、うんうん、MMA でも十分に通用したと。高田とやった時にハイキックもらったり、はいはい、伸びちゃったでしょ、はいはい、高田選手もね、うちの佐藤君がね、キック教えてたの。ああとアニマルさんとか、はい、うん、浜口さんとか、うん、で、北尾が武後、なんだっけ、武後道場か、はい、武後道場、はい、作りました。望月さん、はい、預けたの。あ、そうなんですか。あれ俺の弟子なんだよ。え、そうなんですね、うん、アマチュアのやつさんかな、はいはいはい、今ドラゴンゲートすごく人気がある選手、うん、岡村君がやってたでしょ。ああ、岡村さん、はいはい、あれも空手やって俺の弟子だったんだよ。あ、そうなんですね。まさにじゃあプロレス界とはもう切っておけないよ。飯沢君もところで若虎寮1週間ぐらい入ってて、はい、マスクかける前にね、はい、デインコロシアムでデビューしたの、はいはいはい、で梶谷先生行った時ね、はい、謎の覆面男って言ったら、でもリング上がったらみんなミサー、ミサー、ミサーコールしててよ。よくファン知ってんだな。で、ミサーさんについて川田さんも一緒に来て練習してた、うん、僕川田さんに付き人3年間ついてたんですけど、そうみたいだな、はい、川田さんがですね、テレビの番組でキック力を測る番組をやったんですけども、うん、それで1トン以上の力を出したんですね。すごいな、計測で、うん、それもじゃあ、総帥の教え方というか、うん、指導の蹴りだったんですね、うん、あ、納得ですね、あの強さが。馬場さんが連れてきて所沢まで来たの、はい、その時ずっと若虎寮にね、はい、1週間ぐらい寮に入って練習してたの。僕も全日本プロレス行って、はい、で川田君と2人で最後決め技をやろうっつってさ、はい、ボコーンって伸びちゃったの川田君が、はい、でフラフラしてまたやってんだよ、はい、だからプロレスラータフタフだなと思ってなすごいよな。あ、まあ、空手家やキックの人はあそこまでできないよ。あ、うん、鍛え方違うよな。あ、なるほどですね。宮本君がな、まさかな、お兄ちゃんだ、弟プロレスラーだって言ってたからな、知らなかった、ね、いやいや、本当に今日は本当にこういう場を設けていただいて、本当にありがとうございました。今度ね、はい、一応12月の4日に、はい、2代目の祝賀会があるのね、はい、で宮本君、時間作ってきて、はい、ありがとうございます。宮本君と小笠原和彦君、はい、小笠原先生も、はい、絶対来なきゃダメだよ、はい、ありがとうございます、失礼します、うん、お田先生いただきましたんで、来いよってあいつ、はい、空手家からプロレスラーなんて知らなかった。ぜひ行かせていただきます、ね、はい、こちら場所はどちらで、池袋のメトロポリタン、メトロポリタンどの近く、はい、わ、はい、かりました。必ずどんなことがあっても行かせていただきます、うん、小笠原君のでもビデオ見たけど蹴りうまいね、確かにね。あ、ポンポンって蹴り早い、パパンってさ、橋本慎也ってやつさん一緒に、あ、橋本さん、はい、やりました、はい、あの頃からやってたんだ。そうですね、橋本さんがゼロワンを旗揚げした当時に、極真を、はい、極真で破門っていう扱いになりまして、うん、誰に破門されたの、松井、いや、誰ですかね、まあ、先生本人、大山先生じゃないだろう、あ、大山先生じゃないですよ、大山先生も亡くなった後、そうだろう、はい、じゃあ松井君かな、だから辞表をちゃんと出したらしいんですけども、うん、新聞には破門ってリリースされて、うん、一面に破門、じゃあ松井君かな、あ、松井さんですか、うん、松井君とどっち先輩なの、小笠原君と、小笠原君先輩、小笠原先生の方がちょっと先輩なんですけども、一応先生は、まあ、あ、もうちょっと松井さんの方を、先輩と立てているっておっしゃってました、うん、
うん、あの総帥から見て松井さんはどうですか。松井君はいい青年だよ。緑井健二も一人一人はいい子なんだよ、はい、だなんか周りがこうおかしくなっちゃうんだよ。あ、ま、た昔の狼の軍団に戻したらいいよ、牙を取り戻す、うん、闘争心、うん、今の極真は狼どころか羊の群れになっちゃってる。ダメなんだよ本当に、うん、狼にならないとな。狼に戻すためにはどういうことをしたらいいんですか。仲良くするんだよみんな喧嘩返したらダメなんだ。ああなるほど、組織間で仲良くすると。そうそう、仲良くしたらいいよ、喧嘩したら意味ないんだよ。うん、じゃあ今の極真会館と新極真とか、いろんなお互いにね、流派をちっちゃい世界で喧嘩して意味ないんだよ。まあオリンピックに向けて全空連とかいろいろ動いてるんですけど、そのオリンピックに向けて一致団結するっていうのも一つの手かもしれないですね。そうそうそう、うん、いや本当にそうですね、いろいろありがたい話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました。はい、またもしよろしければまた今後のお話をまた聞かせて、そうだね、来てもよろしいでしょうか。そうだね、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。